さんこんにちは、スプレーアートでのべたちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の話はですね、ちょっとメールに来た質問に答えたいと思います。どういう質問ですか？私ね、個人的に外国人として日本に来て住んでよかったって質問、日本のことはどう思うとか、それに関して話したいと思います。私ね、日本に来てはもう何年経ってるんですよ。で、本当に来てよかったと思います。なぜなら、なんかいろんなことがショックすぎて、っていろんな時になってて、マインドが変わるよね。いい意味でだと思います。人も本当に優しい。とシャイなんだけどね、話すのは最初はちょっと難しいけど、ほんとみんな優しいだと思います。本当に綺麗、綺麗、どこも綺麗。道とか、サーカルの試合とかコンサートとかね、みんな行ってよく並んで、なんかルール守るね。本当にルール守る。いっぱい食べても、なんかいっぱいゴミがあってもみんな片付けて、綺麗です。全部綺麗。それはめっちゃいい。他の国とかね、いろんな国行ったことあるけど、綺麗でも日本と比べにならない。なんか日本は本当に綺麗です。ということで、みんな面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あと質問とかあればね、私質問大好きなので、それかこれに関して話してとか、これをやってみてとかってあれば、もうぜひコメントにね書いてください。ありがとうございます。じゃあアディオスアミゴス。